皆さんこんにちは、サクヤです。さあ、本日はですね、白猫プロジェクトドラゴンズレコードをね、任せてやっていきたいなと思います。まあ、ガチャですね、ガチャ、前回のコラボに関しては、200個で使えるガチャの分だけやって、スルーしてました。まあ、1号ね、強いのは分かってたんだけど、どうしてもそのバーサーカーっていうのがね、気になって、あんまり好きじゃない職業なので、そこはちょっとスルーでいいかなと思って、スルーしました。まあ最強キャラランキング1位のやついるからね。なんでまあいいかなと、そういう感じです。で、今回ね、ファミ通の評価によると、こっちのね、こいつですね、仕事だ、行くわよ、アザク、こいつが一応当たり扱いなのかな。まあ時点でシエラ、あとの2人はもうどっこいどっこいみたいな、そんな感じですね。で、実際ね、手持ちのキャラクターを見ていると、やっぱ霧のキャラがね、手薄なので、まああのどっこいのキャラだけど、まあ剣士か双剣、まあどっちか出てくれたら嬉しいなっていう感じですね。まあ最近のキャラなんで、まあ火力に関してはね、問題ないと思うんで。あとなんかこのキャラね、なんかさ、天スラに出てきそうな雰囲気あるよね、なんかね。まあ、そんなところでガチャ早速やっていきましょう。ジュエルはねスルーしてるんで結構溜まってますが、まあまあそんなとこで何かいいものが出てくれると非常に嬉しいんですが、果たして、まあこんな時間にねやって、もう多分キャラの評価とかもね一通り出てると思うんですけど、早速ですが、何かが来たようだな、来たようだな、これは来たんじゃないかな、こんな感じで。さてさてさて、まあ金のマントはね少ないけど、まあ、なんか来たっしょ。よろしくお願いしますね。そういう気配があったよ。お邪魔します。私を甘く見ないこと、ね、いや、こいつじゃないと思うんだけどな、違うと思うんだけどな、ね、どうかな、来たやん、アザクだ、こいつはバーリー、ま、よろしく、来たやん、よろしくお願いしますね、来たやん、私に恋してはダメですよ、お邪魔します、アザク、郵便屋さんですよ、いや、あの一番渡りを引けたので、じゃあ今回は撤収していいですかね。左遷、あとはどうしてもジュエルをね温存しておきたいんよねとか言ってても、やっぱりさ、あの凸に関してはこう一点がいるじゃないですか、こう一点単体で行くとやっぱあのこう一点がね実質最強なんよね、個人的に思うのは。もう移動できなくなって超遠距離攻撃できるし、まあ周りの雑魚がいるとね、さすがにね、そこはちょっとあれだけど、なんでしょうか、やっぱりもうちょっとだけ行きましょうね、ちょっとだけ行きましょう。いや、 やっぱりそのジュエルがさ、あるわけじゃん。はあ、答えたぜ。そういうことね、期待に応えてくれませんでしたけどね、もうちょっとね、もうちょっとだけ行こう、もうちょっと濃いノリで、もうちょっと、もう、違う、精一杯やります。いや、当たり出たからええやんって思うかもしれないけどさ、やっぱさ、なんかこっちの女キャラ、あー、なんかこの欲しいやんね、え、行くわよ、このルックス最強でしょ、ドラゴネスソルジャー、ベルラン、ウルワズ、なんか名前でも覚えにくいね、行くわよ、シエラはぶっちゃけいいんだ、もうベルランが欲しいんだな。ということで、最強に近づいた、ジュエルがね溜まってきたら追います。まあまあメモリアルス、まあ、3800が、うん、でもさ、スタンプ10個目にさあるやん、確定、なんかダメだ、私に任せろ。あのさ、一応ねコラボガチャね、一応ルーンセーバー引いてるんよ、でも黒い SS だったやん、あのファミ通で、なんでね、いっか、アザク引いたし、今回はこれ撤退にします。残念ながらちょっと他のキャラ欲しかったんだけど、ね、霧のキャラ欲しかったんだけどな、
ガオシーもいいな、かっこいいな。でも女キャラよね、一応。仕事だ。まあいっか、うん、しょうがねえな、今回はここで撤退。というわけでね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますと言いたいところなんですけど、そこはね、お任せするので、よかったらぜひ他の動画もね、見ていってくださると嬉しいです。それじゃあ以上。